2019明治安田生命 J3 リーグ第5節カターレ富山対ギラバンツ北九州の一戦をお送りいたします。会場は富山市にあります富山県総合運動公園陸上競技場です。さあカターレ富山のスタメン予想フォーメーションでご紹介してまいります。この予想が今日はちょっと難しかったんですけれども、ゴールキーパーは榎本、4バックで前島、今瀬、谷奥、八木下、2ボランチが稲葉と脇本、今季初スタメンのコンビ、そして2列目の中が花井で、サイド白石と佐々木陽次、ワントップ高橋俊太で予想をしました。ギラバンツ北九州スタメン予想フォーメーションです。 4-4-2 で予想しています。ゴールキーパーは高橋、ディフェンスは内越、岡村、寺岡、荒井宏と、ツーボランチが加藤、川上、そしてサイドに荒垣と重、ツートップ町野と池本で予想しています。今花井の方が低い位置にいて稲葉の方が高いですね。さあ白石中へ入れて八木下シュート、枠に当たる。主審の松澤さんから注意が与えられて、その間花井は気持ちを整えて、ファーサイドヘディングだ、決まった。谷垣、今季初ゴールです。きっちりとターゲットになりました。巻いてきた、いや高橋俊太、中へボールを入れて、もう一度コーナーキックです。別の角度から最後は稲葉が出した形になりました。早めに上がってくる重、いきなり打ってきた。野本はナイスセーブ。白石、高橋、これは綺麗に入った。中から佐々木陽次、ちょっと待っている片川俊太、中にボールを入れ込んだ、佐々木陽次ヘディング、枠の上です。高橋は佐々木陽次入るまで待っていました。川上から寺岡、荒井宏斗、左サイドぐーっと上がってきました、中にボールが入る、止めた止めた止めた、デュサラのヘディング、このプレーすーごいヘディングのシュートになりましたけれども、榎本よく止めました。寺岡指示を出して締めから荒いエリアの中にボールを入れてくる、ファーサイドか、いやしかしまだあります。加藤ミドルから打ってきた、どうだ、決まるか、いや守った、守りました、加藤のロングシュート、今度は右サイド荒垣、高い位置まで回ってそこにボールが収まるかというところですが、やはり左サイド荒井宏斗使ってきました。エリアの中に3人入ってくる、ボールを入れ込んでシュート、どうだ、決まった、同点北九州。あとちょっと今のプレーはどうなんですか、八木下にイエローカードが出ました。八木下にイエローカードが出ました。その前に同点劇があります北九州、そこのシーンです。荒井宏斗からファーサイド、
の高い位置を狙ってきました。斉藤へというところですが入らず、ヘディングでボールに向かって白石、加藤から少しつないで、ここで試合終了です。前半谷奥のゴールで先制したカターレ、後半は実は途中出場のジサロのゴールが生まれています。同点ゴール、決着はつきませんでした。